皆さんこんにちは。タッシュアンダンサーギャバンです。えー、本日はですね、えっ、ー、と、12月の18日の日曜日、えー、出張レッスン終わりで動画を撮っております。でですね、えっ、ー、と、ま、あの、昨日ですね、えー、種田村クラスの開始前にですね、二千2022年の振り返りの動画も撮りまして、えー、まあ汎用性の高いダンスの指導をしていきたいという、えー、まあ動画を出させていただきましたけれども、 改めて今日出張レッスンで、春巻選手の方に指導させていただいて、えー、まあ、こういう指導が必要だなというポイントがありましたので、その辺をちょっと動画にしていこうというふうに考えております。でですね、えっ、ー、と、まあ、半年ぐらい前に、えー、太鼓の達人を例に出しまして、こうリズム通りに、えー、踊るとうまく見えますよっていう話させていただきましたけれども、えー、もう本当にあのその通りで、 ダンスっていうのは基本的にやっぱり音楽とかリズムとあの一緒に共存してるものなんで、リズムを無視して踊ってしまうと、やっぱり見てる側も気持ちよくないし、ダンサーもいまいちリズムに乗り切れてないということなんで、いいことがないわけですね。だからまあ、なんかこう、 リズムに乗るとか曲が鳴った時に体が自然に動くみたいなのがありますけれどもやっぱりあ,れあの要素っていうのはダンスにはすごく必要で音が鳴った瞬間にその音のリズムっていうのをちゃんと、えー、捉えてそのリズムに合わせて、えー、動きを決めていくこのリズムに合わせてポースポーズやっていくっていうのはすごく大事でで、えーダンサー 自分のことだけになっちゃうといけないですね。やっぱりお客様のことを考えて、お客様もそのリズム通り、太鼓の達人見てる、後ろのお客様もそうなんですけど、やっぱり気持ちよくドン、ドンってリズム通り叩けると、見てる側も気持ちいいんです。そして踊ってる側も気持ちいい。えー、っていうところが再現できますんで、改めてリズム通りに踊るっていうのが非常に重要だということは、生徒様の方に伝えさせていただきました。とはいえですね、やっぱりその、 曲の踊り込みであったりとか曲を覚えるっていうのがやっぱり不十分なままだと、えーまあ、いつまでたってもなかなかそのリズム通りって言われてもですねリズム自体がその曲のリズム自体がやっぱり体に捉えられてないと合わせるのが難しいということになりますので、えーまあ、どういうふうに練習したらいいかなっていうので考えるんですけれども特にですね出張レッスンの方で春巻き選手はよく動画を撮ります。で私自身も えー、自分のね、あの、ダンス動画っていうのを撮ったりもするんですけれども、その時に一つの見方としては、音を切ってみるっていうのは一個練習としてありかなと思いました。えっ、ー、と、この間ですね、まあ、この間というかもう以前から僕の中では思ってるんですけれども、例えば電車の中、えー、イヤホンとかを使わずに、 えと動画をスマホで見るってなった時には当然ですけども周りの迷惑考えたら音出せなないいじゃないですかだから無音で見るんですけれどもこの時にうまいダンサーさんはあのリズム通りに踊ってるんで頭の中で例えば僕はあの例えばあの今練習してる「平和東京」の「タネ」のえエキシビジョンの曲っていうのはなんとなく分かってますから。 っていう曲があるわけですねそれを脳内で再生した時に上手いダンサーさんは、えー、とその「ドゥルルルー」っていうこちらが思ってるリズム通りに踊ってくれますもちろん向こうは音を聞きながらやってるわけなんですけどもでここでまあうまくないと言ってしまったらあれですけどもうまくないあるいは、えー、と音をちゃんとリズムをつかめてないダンサーさんっていうのはこの音に合いません無音でやってみると分かりやすいかもしれない。 っていうのは僕の方で今回ちょっとアドバイスとして提示させていただきます。えっ、ー、と、基本的にっぱりダンスのレッスンとか本番っていうのは音がついてます。だから、まあある意味ごまかしが効くんですけれども、この音の部分をですね、取っ払ってしまう。無音状態にしてしまうと、え手、ー、いダンサーさんとそうでないダンサーさんの区別っていうのがはっきりついてくると思います。で、何かっていうときちっと音が取れてるか。音がなくなっても、音が さもこう聞こえてくるように。リズム通りに踊っていると音楽が聞こえてきます。まあもちろん知ってる曲だっていう大前提が必要ですけれども。まああとは最悪曲知らなかったとしてもやっぱカウント通り。1、2、3、4、5、6、7、8っていうリズム通り踊ってる、え踊りっていうのは最悪その曲聞かなかったとしても見てる側として気持ちいいと思います。いきなりリズムがダラッ、ダラッってるる、ていうルールー。 変わっていっちゃうと、見てる側として、うんうん、気持ちよくないと思います。だからですね、今回お伝えしたいのは、まあ、ダンスのある意味、こう、上達方法というか、自分の動画、あるいはお手本の動画、あ他の方の動画を見るときに、一個ちょっと試してみていただきたいのは、あえて音を出さないで、えー、無音状態でその人の踊りを見てみる。そのときに、ちゃんと自分の中で、 鼻歌もしくは脳内再生した曲とリズムがバッチリ合ってる方っていうのはすごく気持ちよく見れるはずです。逆にリズムに合わない人っていうのは、うんうん、気持ちよく見る側も気持ちよく見れないはずです。だからそこは一個自分がうまく踊れてるのかお手本はどうなのかっていうのの、えー、ジャッジポイントとしてですね、えー、一つ押さえていただくと、えー、自分の振り付けの見返し、えー、もしくは上達の一歩前進に なるんじゃないかなと思いましたので今回お話しさせていただきました、えー、無音にして動画を見るっていうのも一つ動画のテクニック、えー、上達のテクニックとして覚えていただければ幸いであります対使アンランサーギャマンでしたありがとうございましたまるる